では鮭に塩を振って下味と臭み取りの塩を振っていきます。軽くです。あんまり振りすぎるとしょっぱくなりすぎてしまうので軽く両面に塩を振ってください。生鮭の美味しい季節ですのでぜひね生鮭をお買い求めください。サーモンでももちろん美味しくできます。ふっくらと仕上がりますのでねぜひ楽しんでください。でこれから5分ぐらい置いて、無駄な臭みを取りたいと思います。では野菜を切っていきます。まず長ネギです。斜めに切っていきます。はい、次はしめじです。石突きを取ってほぐします。えのきも3等分ぐらいにしたいと思います。でほぐしておきました。椎茸は石突きをねちょっと先の方だけ取っていただいて食感を楽しみたいので今日は十文字に切ってみたいと思います。はい、これで野菜を切り終えました。では味噌だれを合わせていきます。お味噌の中にきび砂糖を入れます。そしてお水を入れます。混ぜ合わせます。で今日は甘みをきび砂糖、まあ、お砂糖でつけてるんですけどよくみりんでもいいですかというご質問があります。今回のホイル焼きに関しては包んで蒸していきますのでアルコールがね完全に飛び切れない場合があります。この味噌包み焼きの場合はみりんよりもお砂糖を使った方がちっちゃいねお子様とかアルコールが苦手だっていう方にも安心して作る味噌だれになっておりますのでぜひねお砂糖を使ってみてください。はい、味噌だれができました。はい、今5分ぐらい経ちました。よく見ると塩が溶けてこう水気が出ています。ここが臭みの元になりますのでペーパーでよく水気を拭き取ってください。はい、水気を取りました。ではホイルの上に乗せていきたいと思います。まずキノコ乗せます。今日はこのキノコ3種類ですけど好きなキノコを選んでいただいて入れてもいいです。あとネギの代わりにキャベツだったりもやしなんかもねいいかもしれないです。たっぷりと乗せてこの上に水気を拭いた鮭を乗せます。そしてタレを半量そしてやっぱり味噌にはねバターを乗せたくなるんですよ。バターをこう乗せて、はい、では包みます。で包む時はあまりギュッとせずにちょっと空気を入れるようなイメージでふわっと包んであげると加熱している時にそのホイルの中で蒸気が回って早く火が通るし旨味も全体に広がっていきますのでちょっとふんわり気味にねオイルを包んでみてください。はい、では包んだものをフライパンに入れます。そして水を周りに入れてください。そして火をつけます。で蓋をします。はい、今沸騰してきて蒸気がフライパンの中で回ってきたら、中火ぐらいに下げてこのまま加熱を続けます。はい、今5分経ちました。じゃあちょっと開けてみたいと思います。ちょうど大さじ3の水分がなくなりかけたというようなタイミングになります。でフライパンで蒸す利点っていうのはこう蒸気が回ることによってホイルの中が水分が保たれてふんわりと仕上がるんですね。トースターとかグリルで焼いてしまうとこの中の水分だけで調理してしまうのでだいたい5分ではなくて、まあ、倍以上の時間がかかってしまうんです。フライパンの利点は早く火が通ることとしっとり火が通ることでいいこと尽くしなのでぜひフライパンで試してみてください。はあ、美味しそう。